おはようございます。出とったな。ありがとうございます。見ましたよ。ありがとうございます。歌を生で見て、はいはい、俺もバッてテレビで西野見たの初めてやったから、お西野出てるわと思って、はい、そのままヘッドで最後は花井まで出てるわと思って、はい、内村さんの番組で、はい、家からの、ね、VTR 出演をさせていただいて。そうですね、はい、家から、はい、家からやったな。そうやな、はい、家からです。あれは完全に若手取ってそのまま送った。あれはそうなんですよ。あの一応スタッフさんから連絡が来て、うん、こんな感じの撮ってくれ言われてね、で撮って送って、うん、びっくりするぐらいカットされてましたけどめっちゃ短くなってました。スマートフォンで撮影。あ、そうです。自分の、はい、個人のスマホで撮影して、あれちょっとロン毛かぶって下向いて上がってたらこの頭出てくるだけの終わりやんな。いや、そっからちょっとはいありましたよ。ああ、そうなの。ちょっとだけありました、その後も、はい、カツラ飛ばすだけでハゲ頭見せるだけの出演なんてそんなむちゃくちゃな。ちゃんとなでしこやってましたよ。やってました。あ、なでしこやってた。カメラ機を使ってものまね言うので。ああ、やつ、あそこかどうか、はい、もうそこしかもう、なぜ、出たしかもう見てなかった。でも、なんかね、うん、それがもともと西根が、うんうんうん、あの、おでこでピアニカ弾くっていう、やつやね、どうやらスタッフさんがどっかで見つけてきたらしいんですよ。で、西根が出れるってなって、で、まだ枠が空いてた時に、うん、西根くんに、うん、あと、なんかこんなんに似合いそうな人おらんっていう話になったらしいんですよ。ああ、そうだよ。で、あ、花井二等兵。あの、西根の推薦で。そう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 、めっちゃありがたい。じゃあそれを聞いてそのスタッフさんがなんか僕がちょろっと置いてる SNS とか YouTube とかのネタを見て、あ、OK ってなって、へえ、だから何でも置いとくべきな。ああなるほどな、はい、へえ、得してん、はい、ちょっと西根さんでほら和田豊さんの、はい、ああ、せえせえせえ、僕ねそのプロ野球選手の引退セレモニーで唯一泣いたんが和田豊さんなんですよ。なんで泣いたの。あの志半ばでって言った瞬間、僕もんじゃ焼き屋で大粒の涙になりました。どうしてもやっぱりあの後輩とか優勝させてあげたいっていう思いがあったのに志半ばで引退やったから。いや俺あの仕事監督やって一番仕事やったのあの9時で藤波を引いた言うだけや。 あれ藤波引いたからな。 あれで、ああ仕事やりよったと思ったから、あの普通の試合見とっての采配はどうかなとか思ったけど、まあこの人藤浪引いてるからええわと思ったから。清原の引退試合で長渕がめっちゃロングバージョンのトンブ歌った時の方が泣きません。いやもう主役どっちやねんっていうのも。そうなんだからな。でも清原さんとか花ありすぎでしょ、どっちかって。ああ、はい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 、なんか和田さんとかも地味に頑張ってきて、いやまあそれはトップスターの選手じゃないですか。地味やけど、まあまあそういう選手やったからな。なるほどな、ね、引退の時とか、うん、まあ、仮に会って誰でも読んでいいってこう花束渡しに、うん、誰にします、誰に来てほしいですか。でも、もしこれ誰に来てほしい、はい、人生の引退しか言ったら死んでるわけ。いやもうだからそうですね、ギリギリでも会いたいじゃないですか。死んだら見れないんで、だからもう死ぬ直前にあの一人花束、それ現存する方、現存、そうですね、そうですね、他来られへんやないか、その現存しない方やったら、うん、死んだ後に向こうで出迎えてもらってください。あ、なるほどなるほど、ね、はい、はい、で現存しても全然知らん人は呼びづらいやん。あ、向こうがなんで俺全然知らんのにこの人のとこ行かなあかんのとかなるやん。あ、まあ、例えば私みたいに一般人からしたら、うん、有名人だとか、有名人かとか、はい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 、それかもう、うん、周りの友達じゃねえとあかんのかとか、そう縛りはあるんですか。あ、まあだからその周りの友達は全員その周りにいてますんで、周りにいてる、そんな中そのスターみたいな人が入ってきたっていう、この友達に対してもみたいなのあるでしょ。ああ、まあどうやるんやろうな、ね、だから僕がもう死にかけてる時にポール・マッカートニーが来たらもうブワーなんでしょ。あ、周りの人で、ね、ポールは僕のこと知らなくても、うん、周りの人は、花井知り合いやったんや。そうなんで、ね、それはそうね。それでも、ガイタレとこっすね、それ。いや、まあそうですね、ね、そうですね、はいはい。どこでお前知ってんねんってなるよな、はいはい、言ったらな、はい。知り合いの中でしか呼ばれへんってなったら誰なの。知り合いの中ですか、うん、僕、ニコラス・ケイジになりますね。なんか言ってましたね。え、ニコラス・ケイジ知ってんの。一瞬だけ共演したんで。あ、そうなの、ね、そこ辿っていったら来てくれるはずですから。はい、あれなんか、はい、前おっしゃってたニコラス・ケイジさんの奥様かなんかやってませんでした。あ、奥さん、奥さん、はい。あ、そうですよ、ね、奥さんもその作品に出てはって。あ、そうですよね。はい、そうなんです。それで、ちょろっと
うちの、うちの相方、大阪は平野のニコラスケージで呼ばれとったよ。いや、そう、大丈夫です。あの、僕の今の際に、あの、お兄さん来ていただくんで、でも結構です。まあ、呼ばれとったよ。え、大丈夫です。それは、それは、それなしで。ニコラスケージ知ってんのか、それはちょっとあれやな。これね、あとニコラスケージ。あの、黒いなんか言ったら、ほんなら、あれ一緒に出てね、ブラックレインかなんかでな。あ、もう亡くなったかな、正井優作とか、高倉健とか亡くなった。その辺一応共演しとるからやね。もうその辺が来るわけですよ、花束も。もう来られへんから。いや、そうなんです。いや、そうやけど、黒井さんが同室におってね、はい、永原誠紀さんとかガッツリしますけたら、本物じゃないですか。まあまあまあ、言うたらな。お金筋もんがなんか倒れてるみたいな。僕はあの入っていこうとして、その状況やったら閉めて帰ります。ですよね。僕もカーテンちょっと進んでます。パッと覗くだけ覗いて。はいはい。これは怖いな。あれ、誰知ってんやろうな。昔若い頃、よう俺、あれ行ってんねん、あの、水泳大会とか、はいはいはい、運動会とか。石野真子さんとか、ひょっとして。はい、石野真子な、俺、それやったら、ランちゃんになるな。ランちゃんね。ランちゃん大ファンやったからね。僕はやっぱ、身内に著名人とか有名な人いてないんで。はいはい、うん、もう誰でもいいです。僕の、いとこの姉ちゃんの息子さん。はい、うん。はい、まあ一応身内としたら一番なんか異色じゃないんですけどすごい経歴の持ち主で、何をしてるの、防衛大学卒業して呉で船乗りやってます今、幹部、船乗りで、すげえ、船乗りってあ、すごい。でも周りに防衛大学卒業した人っていないよ。おらん、そらおらんな、確かにな。だからあの、あれですもんね、病院が例えば海沿いとかやったらそこにゴーン戦艦でつけてもらえる。ほんまやな、ほんま汽笛ボーボーで、死んだ時ボンボン大砲ね。そうめっちゃいいな、それは。ほんまは飛行機に乗りたかったみたいですけど、視力にちょっと引っかかって。あら、まあ、あの、これに乗ってんじゃん。だから海上自衛隊の方で頑張ってるみたいですね。あれ、誰を、暗いかな。あ、一番しっくりとね、みんなで涙する可能性ですね。あれやろ。はい、最後、ね、あの、よくほら、口元ちょっと濡らすとかじゃないですか。ああ、濡らして。お兄さんの場合、ポテトをこう。いやいや、油でね。油で。ギトついて。ホライドポテト。ギトつくだけやから。